レアルマドリーのスローイン。この動きがモドリッチのプレーです。ベイルがタッチライン際を上がれそうです。ベイルがボールを運ぶ。中にはクリスティアーノ・ロナウド。コーナーキックはレアルマドリーです。クロス、バラーヌ、ディフェンスが踏ん張った。ゴールは割らせません。危ない場面でしたね。シュートだ。このシュートはミス。手前でボールがバウンドしたように見えました。少し難しかったですかね。ロドリゲス、ロッペンです。華麗なテクニック。これはなかなか見れませんよ。ロッペン、チャンスです。ハメス、キーパー弾く、ゴール。ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱するでしょう。非常に見応えのある試合ですね。試合は同点となりました。さあベイルが切り込んでくる。キーパー反応した。ボールを弾く。レアルマドリーのコーナーキックとなります。セルヒオラモス、キーパーが取ります。レバンドフスキー。これはロッベン。バイエルンミュンヘンのチャンスになりそうです。モドリッチ、強いですね。ボールを取られません。これは相手にパスしてしまいました。カゼミール、クロースが入ってきました。マルセロ、ボールを蹴り出したい。アラバが苦しい状況です。フランク・リベリー、リベリーがスルーパスを狙いました。カウンターに失敗しました。再びピンチになります。これは見事に奪いました。クロース、マルセロ、クリスティアーノ・ロナウドがタッチライン際を上がれそうです。クリスティアーノ・ロナウド、いいボールでしたがここはクリア。ここはカウンターアタックを狙うか。ロッペン、ロッペンがタッチライン際を上がれそうです。走り込むチャンスです。レバンドフスキー、ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。チャンスボールをしっかりとゴールしました。あの位置からはしっかりと決めてきますね。素晴らしい読みでした。エル・ブランコは倒れたままなのか。マドリードの白い巨人が勝利を求めてキックオフを迎えます。これはコーナーキックになりました。試合をキーパーの好セーブに救われた。よく合わせたんですが、キーパーの素晴らしいプレーでした。カルバハル、これはスローインになりました。いいタックルでしたね。モドリッチ、ベンゼマへ、ルーズボールです。ボールはどっちだ。リベリー、ボールにはリベリー。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ベイル、ここでテンポを上げるか。中にはクリスティアーノの、キーパーの見事なセーブ。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。クロスのコーナー、ここははっきりクリアしたい。ラファエル・バナーヌ、ここは狙っていった。
レアルマドリードがコーナーキックを獲得。セルヒオラモス、このヘディングは大きく枠の外。タイミングがずれたんだと思いますが、せめて枠に飛ばしたかったですね。スコアは後半戦がキックオフになりました。サンティアゴ・ベルナベウでは席を立っていたファンが戻ろうとしています。キミヒ、ビダリ、ハメス・ロドリゲス、ハメス・ロドリゲス、絶妙のスルーパス、走り込む味方にレバンドフスキのスルーパス、入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。クリスティアーノ・ロナウドが突破を見せる。クリスティアーノ・ロナウドからのいいクロス。この笛はオフサイド。ベンゼマです。キミヒ、ビダリ、クリスティアーノ・ロナウドが遠くから狙った。シュートするもこれは決まりません。残念そうにしています。惜しいチャンスでしたね。ビダリ、チアゴ、華麗な個人技、ディフェンスはたまりませんね。ロッベン、チアゴ、ゴールゲット。さらに点差が広がりました。キーパーだけの責任ではないでしょうが、ちょっと判断が悪いように見えます。ワンサイドゲームとなってしまいました。ここでためを作ります。ベンゼマ、ボールを運びゴールに襲いかかります。決めた。またすごいところから得点を奪いましたね。普通ここから打ってくるとは思いませんよ。いいシュートを持ってますね。驚きました。ハメス・ロドリゲス、キミヒ、さあバイエルン・ミュンヘンのフリーキックでゲームが再開されます。これは見事に奪いました。そのまま返します。これは見事なパスカットです。ゴールの形が見えたか。バイエルミュンヘン、ロッペン、ロッペン、ロッペンはやはり決めますね。見事なゴールです。いや、キャプテンが決めました。チームに勇気を与えるゴールになりましたね。一方的な試合となってしまいました。この選手がモドリッチです。カゼミーロ、さあレアルマドリーが徐々に押し込んできました。ここで打つ。このシュートはちょっと強引すぎたか。ビダリ、キミヒ、うまく読んだインターセプト。ボールが足につきません。ルーズボールだ。マルセロ、また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウドがゴールに向かう。ここははっきりクリアしたい。ボアテン、リベリ、リベリがスルーパスを狙いました。危険な位置です。緊張感が増してきます。
オナーにボールをセットします。コーナーキックになります。これはあるか。クリアがちっけみき。このチャンスは生かせません。痛いミスですね。フェイントをかけたかったのかもしれませんが、決めて当然のシュートですよ。キミヒ、テクニックを見せつける。ビダル、トーマス・ミュラー、レバンドフスキー、ミュラー、ミュラーがスルーパスを通した。抜群の飛び出しを見せました。素晴らしいセーブを見せています。迷いがありませんでしたよ。これは大事なプレーになりますね。サイドチェンジしました。再び戻す。見事なスルーパス。ミュラーがドリブルで持ち込みます。ここで網にかかる。このファールはバイエルンですね。イエローカードはバイエルン。厳しいチェックでした。これはイエローもしょうがないでしょう。監督が選手の交代を指示しました。調子が出ないようでしたね。よく休んで次の試合に集中すべきでしょう。ボールを取られません。強いですね。出足が鋭い。カットします。ラフィーニャ、タッチを割ります。バイエルンミュンヘンのスローインです。スローインは相手に取られます。シェアが、トーマス・ミュラー、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ベンゼマ、いい形でゴール前まで持ってきました。ここはキーパーが簡単に抑えました。レアル・マドリーのフリーキックになります。クリスチャーノ・ロナウド、キーパーがボールをキャッチ。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね。選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。キミヒ、ビダリ、キングスレイ・コマン、シアグ、ラファエル・バナーニ、このパスは読んでいました。ミュラー、ミュラーがゴールに向かう。ミュラー、さあどうだ。レフリーはどうだ。モドリッチ、アセンシオ、パスをこの位置で防ぎます。審判の笛が鳴り、この瞬間